ADS の操作、今回は DC の解析についてやっていきたいと思います。扱うモデルは MOSFET です。それでワークスペースを作っていきます。DC、FET というふうにします。で、スキマティックを作ります。はい。で、これ毎回出してたんですけど、ここにチェックマークつければもう次から出ないようになります。はい。で、フィニッシュで抜けます。はい。で、最初に FET を選びます。FET は、このデバイスのところですね。に、MOS っていうのがありますので、で、ここから選びます。で、ADS の MOS っていうのが一般的なので、これにします。で、そうすると、ここの、トランジスタを扱うときは、このモデルを指定しなければいけないので、MOS っていうふうに、検索すると、ここにいろいろと出てくるんですけども、一般的なのは MOS ジェネリックモデルっていうのがありますんで、これをここに置きます。モデルを配置します。で、ここの MOS ジェネリック M1 っていうのがモデルの名前なので、ここにその名前をこう入力します。次はですね、ソースですね、ドレインとソース間 と、ゲートソース間に電圧を入れますので、DC のソースですねを、つけます。で、 DC のソースはこの周波数ドメインでもタイムドメインでもどちらでも同じものがありますので、まあ、どちらでも構いません。はい。で、ここにこう2つつけます。はい。で、グランドを取り付けて、あとはワイヤーで接続します。で、ここですね、ここにプローブをちょっとつけたいので、プローブ、電流プローブですね、I プローブというのをこうつけます。今これちょっとラベルがないので怒られましたけど、はい、キャンセルします。で、ここをワイヤーで接続します。はい。で、あとここにラベルをつけていきますので、このネームというところですね。ネーム。はい。で、ここに、ドレインソース間の電圧と。で、ここが、ゲートソース間ですね。はい。で、これでできましたと。それからここの電圧ですね、これを変数にしたいので、このバリアブルですね、バリアブルを2つつけておきます。で、ここが、ドレインの電圧なので VDD1 というふうにします。で、こっちがゲートなので VGG1 とします。はい。で、デフォルトの電圧は、ドレインは 4V でゲートが2.5V にしておきます。はい。で、この状態で DC アナリシスをしますので、シミュレーションの DC ですね、これを置きますと。はい。で、ドレインソース間の電圧ですね、これをこのバリアブル変数を使ったので、VDD1 というふうに入力して、こちらですね、ゲートソース間のやつもVGG の1というふうに入力します。で、この状態でシミュレーションを行います。シミュレートボタンを押します。はい。で、今は DC 固定値なので、ここのですね、各このノードにですね、電流と電圧の値を、表示させることができます。で、それはシミュレートのDC アノテーションのアノテートボルテージ、アノテートピンカレントっていうところですね。これを押せばいいんですけども、まあ、上にもここにボタンがありますので、ここで V というボタンを押しますと、4V と出てきます。で、電流ですね。電流を入れれば、ここに 6.1A という値が表示されます。で、この電流の意味なんですけど、このマイナスっていうのがここのデバイスから出るやつですね。で、プラスの値っていうのは、この入っていく、方向ですね。流れ出ると入っていくで、このプラスマイナスの符号が変わります。はい。
で、今は固定の電圧でシミュレートしたんですけども、これを、電圧をこう、送引してみたいと思います。で、まず DC のところですね。DC のところを、スイープしたいと思います。で、最初がこう 0V から、5V。で、ステップは 0.1V ステップで刻みたいと思います。で、このパラメータとスイープですね。これがあの V の DD、V の DD1 ですね。これを挿入します。で、パラメータもこう表示しておきますので、スタート、ストップ、ステップという形で OK ボタンを押します。はい、スイープ、バリアブル。これもチェックマークつけておきますね。はい。で、あとはですね、この状態で、VDD を、こう、0V から 5V にしながら、するという挿入をして、で、条件ですね、これが、ここのですね、パラメータスイープという形になります。で、これ今 DC しかやらないので、シミュレーションは、ここの DC の、このラベルと一致させる必要がありますので、DC1 というふうに設定します。で、スイープのパラメータは V の GG1 にします。で、開始が 2V から 3V。それからステップサイズは 0.25 でやっていきたいと思います。はい、で、これも、スイープバリアブルとスタート、ストップがそうですね。これで OK ボタンを押します。で、ちょっとこれいっぱい出てると見にくいので、この、ここにチェックマーク外しておきますね。はい。はい。で、これでシンプルになりましたと。で、これでシミュレーションを行っていきます。はい。で、このシミュレ、ここですね。これプロットをします。で、電流プローブですね。I プローブのここを選んで、アッドボタンを押して、OK で抜けます。はい。そうするとカーブトレーサーですね。VDD1 を挿入しながら、VGS を可変しながらプロットしていくと。カーブトレーサーのようなプロットが描けました。ゲートソース間の電圧がどの時にこのトレースになるかっていうのを、ここに、レジェンドを入れたい時は、こう、プロットを選択しておいて、で、インサートの、プロットレジェンドですね。これを押しますと。はい。その時の、電流値の値を見ることができます。はい、説明は以上になります。ありがとうございました。